助けてよ。おや、どうしたんだい。大好評発売中、新エキスパンションドミナリア、あるじゃないですか。うん、いろんなカードが活躍しているね。君もハレルヤに来て新しいカードを試してみよう。で、そのドミナリアがどうしたんだい。そうそう、事件が起きたんですよ。事件？どういったことが？僕が自分のメインフェーズでソーサリーを唱えようとしたら、対戦相手に今は唱えられないよって言われて、結局それで負けちゃったんですよ。あー、なるほど。それは多分伝説のソーサリーだね。伝説のソーサリー？ドミナリアから加わったメカニズムなんだ。ちょっと唱えるときに注意が必要なんで、詳しく見ていこうか。はい、それでは伝説のソーサリーについての解説となります。伝説のソーサリーっていうのは今回ドミナリアで収録されたメカニズムになります。出ているようなウルザの殲滅派みたいに単純に伝説のソーサリーと書かれている呪文がこれに当たります。で、伝説のソーサリーを唱えるときには必ず伝説のクリーチャーか伝説のプレインズウォーカーをコントロールしていないと唱えることができません。これって伝説のアーティファクトやエンチャントをコントロールしてても唱えることができるんですか？いえ、あくまでクリーチャーとプレインズウォーカーの2つだけになります。伝説のクリーチャー、伝説のプレインズウォーカーが唱えるために必要ということになります。じゃあ唱えたスタックで伝説のクリーチャーやプレインズウォーカーが除去されても大丈夫ってことですか？そうですね、あくまで唱えるために必要となりますので、スタックに乗った後その伝説のクリーチャープレインズウォーカーが除去されたとしても、その呪文はそのまま解決されます。また伝説のソーサリーはターン中に何度唱えても構いません。あくまで伝説とついているだけで、それ以外は普通のソーサリーと何も変わらないです。じゃあ今までのレジェンドルールとは少し違うってことですね。そうですね、あくまでソーサリーであるということが前提で、伝説のというのは唱えることの制限についてついているという形になります。はい、大隅和尚ありがとうございました。それでは次のコーナーに行ってみましょう。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな。田村さん、逃亡者梅沢哲子をコントロールしています。この状態でカーンの刑事隔離を相手のパーマネントを対象に唱えました。相手はそのまま解決されたくないので梅沢哲子を除去しました。さあ、この時カーンの刑事隔離は解決されるでしょうか。解決されます。はい、その心は。あくまで唱えるのに必要なので、解決時にコントロールしてなくても大丈夫だからです。はい、その通りですね。伝説のソーサリーは唱える際に伝説のクリーチャーをプレインズウォーカーをコントロールしていることが必要になります。はい、それでは2問目、こちらは応用編になります。田村さんは狡猾な漂流者ジェイスを中性値5でコントロールしています。これのマイナス5能力を起動してトークンを2つ出しました。この状態でカーンの刑事隔離を唱えようとしました。唱えることはできるでしょうか。トークンって言ってもプレインズウォーカーをコントロールしてるんですよね。はい、その通りです。正解は後ほど。それでは和尚、答えと解説よろしくお願いします。はい、ジェイスのマイナス5能力で出てくるトークンというのは、これは伝説のというタイプを持っていません。そのためただ単に
プレインズウォーカーというだけです。伝説のソーサリーは唱えるに際して伝説のプレインズウォーカーをコントロールしている必要がありますので、この条件を満たしていないことになります。なのでカーンの啓示隔離を唱えることはできないという形になります。ためになったよ、ありがとう和尚。またルールでわからないことがあったら聞きに来るんだよ。うん、わかった。ここまで見てくれたみんなもぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンを押して次回の更新もチェックしてね。他にも大隅和尚に聞いてみたいルールの質問があったらコメント欄にコメントしてみてください。それでは皆さん、バイバーイ。